人民共和国に居住する、トゥルク系、モンゴル系民族、中国政府によって認定された55個の少数、民族の一つ。2000年の人口調査で人口が13,719人。ユグル族は90%以上が、甘粛省の宿南ユグル族自治県、少数が、主戦士コーデイホヒロシカタ族教に居住している。人種はモンゴロイドに属する。 ユグル族のうち、4600人ほどが、トゥルク諸語に属する西部ユグル語、2800人ほどが、モンゴル諸語に属する東部ユグル語を使う、また少数が、チベット語を使うとの報告をもある。残りのユグル族はすでに自分たちの言語を失い、漢語を使っている。また、西部、東部ユグル語は共に文字を持たないため、文書記録用には主に漢字やチベット文字が使われた。 トゥルク諸語に属する西部ユグル語を使うユグル族は、ウイグル下岸国の崩壊後、モンゴリアから南下し、寒宿地方に逃れてきた海骨の一団の末裔と考えられている。この一団は、サリクウイグルと称し、ジ人からは、高等海骨や、三佐とコ骨コジ、モンゴル人からは、シラウイグルあるいは、シライグルと記録されていた。この一団は、寒宿の地に、 関州ウイグル王国を築き、大いに栄えた。壮大の歴史書には、江東海骨の名で記され、関州ウイグル王国の人口は30万人に達し、住民はマニ教や仏教を信仰し、国中が寺院で埋め尽くされたという。しかし、激しい抵抗も虚しく、1028年から1036年まで、続いた地を地で洗う戦いを経て、 タングーとの聖火王国に征服された。やがて、モンゴル帝国が交流すると素部隊によって、サリクウイグルのテギン・トゥメンは征服され、モンゴル帝国の支配下に入った。現代に入ると、同地方には、シャガタイ系バイダカンが移住し、彼の子孫が安定王と称して、サリクウイグル地方を支配するようになった。 安定王家による支配は秋夜に入っても変わらず、安定王部やんてむるが妙長に使者を派遣して、基準すると、妙長は、サリクウイグル地方に、アンサダエ、アタン、マモル、極先マモル、関東エイという四つのキビエイ書を設置した。しかしこれらのエイ書は、エセンハーンの妙長進行による混乱によって、半ばが廃止され、これ以後モグーリスタン半国や北元の進行を、 受けるようになった。16世紀には、トゥメトブのアルタンハーンが、サリクウイグルを討伐したことが記録されており、モンゴル諸語に属する東部ユグル語を使うユグル族は13世紀に、中国の北部を侵略していた、モンゴル人の一団の末裔、あるいは16から17世紀のモンゴル人による、侵攻によって、モンゴル化した集団であると推測されている。 ユグル族は最終には1696年、高規定の知性に成長に取り込まれた。現在彼らの公式名である、ユグル族という名前は彼らの自称から来ている。トゥルク系ではヨーグル、またサーグヨーグル、モンゴル系ではヨーグル、またはセラヨーグルとそれぞれ自称していた。サーグ及びセラは、共に、黄色のを意味する。彼らの先祖は、 三佐と賢子辻、西、辣行家こと記された。また、俗称として、基盤や西盤とも呼ばれた。番は、番と、同じく未開の異民族の意味の他に、チベットの古称と番に基づきチベット系民族を指す、ことがある。ユグル族は主に畜産業に従事している。チベット仏教ゲルク派と、シャーマニズムが混合して信仰される。ありがとうございます。